はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、なんで手放さないそれ必要っていうことでお話ししたいと思います。まあ、それは何かというと、この画像に書いてるように、執着なんですよね。で、執着を手放さないっていう状況がですね、人生が辛いっていうことなんですよ。あの、人生のこの仕組みというか、まあ、それってですね、めちゃくちゃシンプルなんですよね。 でも、どん底の時とか、本当に人生が辛いとか、まあ私の人生ってこう嘆いてる時っていうのはですね、そのシンプルさに全く気づいてないんですよ。例えば、わかりやすくお話しするとですね、あの目の前に自分好みのですよ、自分が大好きな材料だけで、味付けだけで作られてる料理があるとしますよね。で、その横に自分が嫌いな、も苦手、食べれない。 もう私は辛いのが苦手だとかね苦いのはダメだとかまあそういう自分が苦手な料理があるとしますその2つが並んでるんですね目の前にどっちを食べますかっていうことなんですよあの普通ですねやっぱり自分が大好きなもう自分好みの料理を食べますよね普通だったらそれは料理だったらそれが普通って皆さん思うんですよねいやまずいものはね食べるわけないじゃない好きなものしか食べないわよってね。 それが普通なんですよ。それシンプルな答えですよね。まあ、他にね、何でもいいんですよ。あの、自分好みの服があったとしますよね、お店で。でも左側には、ちょっと自分から見たらこれダサいなって思ってるような服がある。どっちを買いますかってことなんですよ。いや、普通に自分がかっこいいな、可愛いいなって思う洋服買いますよね。自分にとって嫌だな。いや、私これ着たくない。自分にとって嫌だと思うものは選ばないんですよね。 普通そうなんですよ。ご飯とか洋服とか、あと雑貨でもそうです。何でもそうですよ。買い物するときに、選ぶときに、自分好みのを買って、そして自分が着たり、使ったりして喜んで、ああ、よかった、これ買ってって幸せを感じたりしますよね。食べたり飲んだりもそうですよ。なのにですね、この人生そのもの、今苦しいとか辛いとか思ってこの生きてるこの人生においてはですね、なぜかその真逆をですね、言ってるんですよ。 その辛いとか苦しいとか私はもうダメなんです悲しいんですって嘆いて泣いてる方たちはですねあのその真逆を言っちゃってるんですよあの普通にシンプルに考えたら自分にとっていいもの嬉しいもの幸せを感じるものああ良かったと思うものを選んでるんですよ普段は なのに生きること、人生においては真逆の、ものすごく自分にとって辛いこと、ものすごく自分を苦しめるような思考ですよね。捉え方、受け止め方、判断の仕方、それで生きちゃってるっていうだけなんです。でその、あのね、逆のその辛さとか苦しみとかを選んでるっていうのは、それが執着なんですよ。 その何かに執着していることで自分が辛くなっているのに、その執着をこのね、絵のね、男の人みたいにずっとですね、背負ってるんです。あるいは抱きしめて離さないんですよ。いや、これは絶対的に私のものだみたいな、この私の人生には欠かせないものみたいに、執着をずっと持ち続けてるんです。 それが自分にとって辛いことなのにですよ。いや、ご飯とか買い物だったらもうさっさとね、自分にとっていいものを選んで手に入れるのにですよ。なんで人生とか生き方とかだと自分にとって真逆のその辛いことを選んじゃうんでしょうか。で選ぶだけじゃなくてそれをずっともう五章を大事にですね、抱えて背負って手にもうずっと持ち続けて今日もまた持ち続けてる。そしてそのことばっかり考えてる。 いや、私はこれ手放さないわよ。いや、私にとってこれめちゃくちゃ大事なんだからっていうね、そういう感じになっちゃってるんですよ。その自分をものすごく苦しめてる執着を大事に、語彰を大事に抱えて持ち続けてるっていうだけなんです。それが人生のものすごいシンプルな答えなんですよ。どうですか も私もですね、過去そうだったから言えるんですよ。ずっと一日中その執着をあの抱えてですね、あ、私はどうのこうの、私ってかわいそう、私はこの人生の被害者で、悲劇のヒロインで、私と本当にもう辛いわーってですね、もう泣き叫んでましたよ。もう布団をかぶって近所に聞こえないように、もう布団を何重にもかぶってそこで大泣きしてました。 もうどれぐらいネガティブでどれぐらい真っ暗闇だったかっていうことですよね。だからそういうね、あの経験を私もしてるんで、今、もう本当にまさにそういう方たちの気持ちめちゃくちゃですね、わかるんですよ。あの、お察しできるんですけど、でもですね、よくよく考えてみたら、もう今お話ししてきたようなことなんです。 自分がただひたすら執着を持って何かのことを出来事だったり人間関係を自分にとって辛い方を選択してそれをずっと抱えて生きてるっていうことなんですよ。それが執着を抱えて生きてるから不幸になってるっていうそれが原理原則なんですよ。どうですか なんで人生とか生き方だとその辛い方を選んじゃうんでしょうかってことなんです。こちらのあの別のすぐ目の前のこっち側にですね、いやもうすっごく楽しいことだったり、もうすっごくねそのご飯とか買い物じゃないけど、いや楽しいこと、美味しいと思うこと、幸せを感じることはいっぱいあるんですよ。いっぱいあるのに、 いや、なぜか、いや、こっち側の左側の、すっごい真っ暗闇の、もうドロドロのですね、もう本当にもう悲しみとか絶望でしかないような、そういう思考をですね、自分が選んで、そこに執着して、ずっとそこに居続けてるっていうだけなんですよ。そこをですね、もう簡単に手放して、あ、こっちに行こうでいいんです。でもそれができない状況の方の原因っていうのは、 まあ他の動画でも何回も繰り返しお話ししているように、まずは自分がですね、悲劇のヒロインになってるんです。私はこんなに辛い目にあった。あの人からあんなことを言われて、こんなことされて、あるいはしてくれなかった。私は寂しかった。愛をもらえなかった。あ、私ってかわいそう。私って本当にかわいそうだよねって思ってるんですよ。 そして私は一人ぼっちになっちゃった。あの大切な人が亡くなっちゃったから、私はこんな病気になった。私は本当に苦しい。もうすべて私、私っていうことで、私が悲劇のヒロインっていうことなんですよ。私もめちゃくちゃそうだったんで言えてることなんです。 だから、あの、自分がとにかく可哀想なんだって、それをですね、手放したくないんです。だって可哀想だからなんです。やっぱり人間って自分が大事だから、これほどの目に合ってる私をですね、誰かにまず分かってもらおうとするんですね。いや、自分の中だけで、あの、思ってたって、いや、これ誰にも分かってもらえない。私のこの辛さをね、もっと人にね、知ってもらいたい。だからね、聞いて聞いて私ね、こんなことあって、あの人ひどいんだよ、っていう。 それでそういうふうに言う人がいなかったら、もうネットの中に書き込んだり、私こんな辛い目にあってて、とかね、まあ、ブログを書いたり、どこかの子を、ね、掲示板に書いたり、まあ、それで誰か私こんなに辛いんだって分かってってなっちゃってる。まあ、私なんかはですね、病院ばっかり行ってましたから、まあそのお医者さんに言ってましたからね、私こんなに具合が悪くて、ここがこうでも先生私辛いんですって、私ね、こういう人生でもうね、あの、何年か前に主人が亡くなってですね、なんてね、もう今からね、 考えるとね、もう本当にですね、あの、そういうことをやっちゃってたんだな、私っていうことなんですよね。だから誰かに訴えたいんですよ。私こんなにね、辛い人生なんですよ。わかってください、ね。私ってかわいそうですよね。っていうことなんですよ。それをまず誰かにわかってもらいたいから、いや、今すぐこっち側の幸せな道があるんだろうけど、いや、すぐ幸せな道に行っちゃったら、いや、私の今までの人生どうなるんですかってことなんですよ。 今までの人生、私、こんなに辛かったんですよ。私の、このね、辛さを、じゃあ、今幸せになっちゃったら、え、なくしちゃうことになりませんかってことなんですよ。いや、なくしちゃっていいんですよね。だって、今幸せになっちゃったら、幸せになるんですから。だって、幸せなんですよ。こっち側の道は。幸せっていうのは、毎日が楽しくて、心が楽で、めちゃくちゃワクワクしたり、もう喜びを感じたり、感謝を感じて、 ああ、もう本当に今日も一日良かったなーって今の私はそう生きてられてるんですよね。そうやって私毎日毎日感謝でいっぱいで生きてる、この私はですね、過去にあれだけ辛かった、孤独を感じて絶望的で、もう生きてるのさえ本当に嫌で、どうやったらね、命をなくせるんだろうなんて考えて、毎日病院に行ってた私がですね、今めちゃくちゃ幸せだから、その過去なんかどうでもいいんですよ。だって今が幸せだからなんです。 だから人間って本当は幸せになっちゃったらそれでいいんですよ。いいのにまだ幸せになってない段階だとですね。いや、このね、悲しさとか辛さを手放したくないってなっちゃってるんです。だってまだ本当の幸せを味わってないからなんです。本当に負がなくなる、このメンタルが本当に楽になって明るくなって、心底すがすがしくて、もうありとあらゆるものに感謝ができて、 ああ、もうありがたいな、もう本当に嬉しいなって思える。そういうことを本当に経験してない。ただ、負のことばっかり考えて、執着にね、もう囚われて、もう私はあの人が許せない。あ私の人生はって負のことばっかり考えてるから、まだ本当の意味で幸せを味わってないから、その幸せがわからないんですよ。だから、本当の幸せ分かってない、経験してないから、怖いんですよね。あの、幸せになるのが怖いんですよ、ある意味。 だって分からないものだからなんです。でも実際幸せになっちゃったらもうめちゃくちゃ幸せだから、本当に。じゃあもう過去の、もうついさっきまで考えてた負のことなんかもいらないなってなるんですよ。だって幸せだからなんですよ。 だからそれぐらい幸せって本当に幸せなんですよね。もう本当これシンプルなんでこういうね、言い方にしかならないんですけど。だから本当の幸せをまだ味わってないから、そっちに行くのが怖いだけなんです。で、まだ本当に味わってないものって未知のものなんですよね。いや、本当に幸せってなんだろう。私の人生はまだ幸せなかったから、幸せっていや、それはね、なのさんが言う幸せってなんか、うん、まあなんとなくわかりますよってね。まあ七日さんが今そうやって変われてね。 いやもうめっちゃ楽で、今日もすっごい感謝でなんて言ってて、あまあそういうふうになるんでしょうけどっていう感じなんですよ。まあそうなるんでしょうねっていうぐらいなんですよ。だってわからないんですよね。自分が本当の幸せになるってわからないから、まあ私がこういうこと言ってるのを聞いても、ああ,あ、そうなんでしょうねってまあ他人事なんですよね。でも幸せって自分事なんですよ。あの他人事じゃないんですよ、自分事で。 だから結局自分事じゃないからこそ幸せになろうとしないんですよ、なかなか。いや、他人事なんですよ、あの幸せが。だから、その今まで慣れ親しんだ、ずっと抱えてきた執着を、そっちの方が慣れてて、まあ私はそれが当たり前だから、まあ常に悩んだり、くよくよしたり、嘆いたり、怒ったり、まあ負のね、感情で生きてるのが私だから。 あそこがずっとね、あの、住んでた、そのね、あの、その居心地のいい場所なんですよ、ある意味。いや、本当は不幸でね、辛いって言ってるけど、いや、そこが居心地がいいから、そこにいるんですよ。その居心地がいいっていうのは、やっぱりさっき言ったように、自分がかわいそうな人間だってしときたいんです。私もそうだったから言ってるんです。だって、本当に辛かったからなんですよ。本当に孤独を感じて、私も本当に生きてるのが辛かったです。いや、もう本当なんですよね。 だから、あ、もうこれほど辛い人生なんだ私はと思ってたから、いや、これって本当にね、悲惨だよなって。いや、これね、誰かに分かってもらいたいって普通に思いますよね。ね、聞いて聞いてって思ってましたから。でも、他人っていうのは人の人生に興味が全くないんですよ。そういう動画も出してます。他人は他人に興味がないんです。 だから、いくら分かって分かって、私こんなに辛くてっていつまでも言ってるのは、他人は全くどうでもいいから、不毛なことなんですよね。ただ自分がいつまでも幸せなこっち側を選べなくて、こっち側に来れなくて、延々と辛い辛いって言ってるだけの、ある意味滑稽な状況なんですよ。 私も滑稽でしたよ。だってずっと一人で辛い辛いって言ってたわけですから。でね、病院ばっかり言って、さらに体を壊して、また具合が悪くなって寝込んでっていうね、もう負のスパイラルだったんですよね。だからそういう状況を自分で作り出してることにも気づいてないんですよ。もう執着なんで。もう私も体調が悪いことに執着。私は病気なんだっていう考えに執着。で、私は可哀想な人間だっていう考えに執着。でも全てに執着なんですよ。 私は不幸なんだっていうその思考とか捉え方にいつまでも執着して手放さないから一向に幸せになれなかったんですよね。だから、あのね、時々コメントでもこういうね、あの感じでいただくんですよ。あ、なかさんが言われてるのは本当に理解できるんですよ。でも私はまだまだです。いや、私はちょっとまだちょっと無理かなっていうね。その無理かなとかまだまだですっていうのは結局今回お話ししたようなことなんですよ。 いや、あの、本当の幸せをまだ味わってないから、あの、未知のとこだから、いやー、なんかちょっとそこはあんまりまだ行きたくないな。だってわかんないとこだから。で、今まではずっと不幸だ不幸だって泣いてたから、いや、泣いてる自分が当たり前だから、まあこれでいいわって、まあこれでいいわっていうそういう感じなんですよ。でも本当は幸せになりたいんですよ。本当は幸せになりたいから、YouTube もいろいろあさってですね、いろこうヒントを得たい。 どうやったら幸せになれるんだろう私どうやったらここから抜け出せるんだろうって思ってはいるんだけど実際にそれをやらないんですよ。頭では思っててもやっぱり結局はその負のところにずっと居続けてるんです。そして執着を手放さないんです。誰かに分かってもらうまでなんです。そして今幸せになっちゃったらその今までの私のかわいそうな私を消すことになると思ってるからなんです。 いや、消したっていいんですよ。だって幸せになるからなんです。だって幸せになるんですよ。じゃあ食べ物だったら美味しいものを食べれるんですよ。美味しいものを食べてるときってどうですかめちゃくちゃ幸せじゃないですかその美味しいものを食べてる時の自分はですよ。その左側にある、ここに置いてあるまずい料理のことを考えてますかってことなんですよ。今この美味しいものを食べてるこの幸せを味わってませんか 過去にその左側のまずいものを食べたことがあるからまずいと認識してて、あ、これはもう私はもう絶対食べたくないと思ってますよね。それで料理は美味しい方をもすぐ選ぶんですよ。で、まずいもののことなんか一切過去にまずいね、経験をしたことなんてどうでもいいですよね。だって今美味しいものを食べてるんですから。それと同じなんですよ、人生も。今幸せを味わったら過去の辛かったことなんかどうでもよくなるんです。 そのどうでもよくなるっていうのは、あの、過去の経験がどうでもいいっていことじゃないんですよ。それも他の動画でお話ししてます。その過去の経験があったからこそ、今のこの幸せが味わえてるってことなんです。味わえるってことなんですよ。だってその料理だってそうじゃないですか。そのまずいね、料理を過去に食べたことがあるからこそ、あ、この料理はまずいって分かってるってことですよね。だからその経験があるから、こっちの美味しいものをもう最初から選んでるんですよね。 で、レストランに行っても、ああ、あれまずかったからな、この前ちょっとあれ硬かったしなって、経験してるからこそ、今回はこっちのね、あ、いかにも美味しそうなのを食べよう。で、それを選んでるってことなんですよ。だから、過去の経験もちゃんと勉強になって、自分の経験値になって、自分の知識とか体験になってるんですよ。だからいいんです。過去の経験はちゃんとそれはそれで。それが自分の身になってるんですよ。勉強になってるんです。 だからそれを踏まえた上での今の幸せを味わえるっていうことなんですよ。だから最初から幸せの方を選んでいいんです。もうその執着はいらないんです。過去への執着。私は可哀想な人間だっていうことの執着。あの人を許せないっていう執着は一切いらないんですよ。そういうことなんです。どうでしたでしょうかもう本当に執着をもう一切手放してください。 もうただ美味しい料理を選ぶだけでいいんです今日から幸せな道を選ぶだけでも今日から幸せなんですよ だから本当にですね、私も今そう慣れてて、もう昨日も寝るときに、もう本当に今日も一日幸せでした。母のとこに行ってね、もう2時間喋って、もう本当に母がね、あの、生きててくれてて、ね、まだまだ長生きしてほしいです、なんてね、神様にお祈りしたりとかして、本当に今日も一日良かったと思って寝ましたよ。そしてまだ娘がですね、ちっちゃい時から使ってた掛け布団があってですね、それだけはなんかずっと使ってたからもう20何年使ってた、あの、そのね、もう本当にもうボロになった掛け布団、 布団を今回、ね、新しくしくたんですよやっとですねそれでですね昨日ね、あのー、干しといてそれで新しいカバーをかけてもう寝る時に本当に幸せを感じました。 今までの布団さんありがとうっていうことでね、長年ずっとね、あの使ってきたけどもうね、もうこれでお別れねっていうことでね、そうやって物に対しても一つ一つ感謝して、そして新しいものをこう使える喜びとかね、ふかふかなね、布団で、掛け布団で寝れて、本当にこう清潔な感じで寝れて、 ああ、もうほんと気持ちいいなって幸せですって、もうそれも幸せじゃないですか。そういうですね、日常のもうね、一つ一つの幸せを味わって感謝感謝でいればですね、またですね、またこう幸せがやってくるんですよ。それは自分の波動が上がってるからなんです。もう感謝してありがたいと思って今日も嬉しかったと思って生きてると波動がめちゃくちゃ高くなってるから、またいいことが起きるんですよ。 それが、あの、宇宙の法則、波動の法則、もう原理原則なんです。もうめちゃくちゃシンプルな、あの、仕組みなんですよね。まあそういうことで、どうか今回の動画もですね、本当にね、参考になっていただければと思います。まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あの、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、 絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなーってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるように、お役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、みんなの方に出品して、 てていいる作品のののの中からあのあんままり書き込みみ量が多くないもののみ受け付け付す。そして、言葉はですね、皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければ、あの、短いね、一言でもいいですし、長文でもね、今までオーダーを受けてました。あの、たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの受け付けてますので、あの、ぜひですね、本当にこう、私をね、あの、動画だけじゃなくて、絵の方でもお役に立ててみてください。あの心込めて 点一点、こう、原価でですね、手書きであの書いてます。あの、印刷物じゃありませんので、そして、あの、写真よりですね、やっぱり、こう、実物の方がね、全然いいです。<laughs> あの、写真はちょっとね、なんか暗めに写ったり、なんかこう、色がね、あんまりこう、本話かね、写ってなくて、ちょっとこう、暗めに写ったりしてますんで、まあ、本当にですね、こう、実物を手にしていただいてね、あの、飾っていただけたらなと思ってます。そして、あの、今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね、それはですね、あの、コミュニティっていう場合、 のののところにああ随時ですすねあの投稿させてていいただいてます今まで本当にですね、あの、ご感想いただいてありがとうございました。で、そしてあの、インスタの方にもね、あの、レビューっていうところあのまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あの、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、あの、私をお役に立ててみてください。では、今回もありがとうございました。